んな感じですね。本の買い方。このお店は無人の本屋です。ガチャガチャがお店番。お会計はこのガチャガチャでお願いします。1、本を選んでシールの色を見る。2、ガチャにお金を入れる。上が300円、下が500円のガチャです。500円と10円は入りません。3、ガチャ玉の中の袋に本を入れる。あ、ガチャガチャの中に袋があるんですね。4、お家へ帰る。かわいい。で、シールの色で値段が変わります。300円、上のガチャ1回、500円、下のガチャ1回、800円、上と下1回ずつ、1000円、下のガチャ2回。よくできてるなぁ。どういう本があるんだ？このチェブラーシカもある。まあいろんなのがあるみたいですね。念のためカメラが回っています。あ、でこれがなんか見たんですけど、このお客さんとかでここに本を入れたらこれ売っていいですよみたいな、もういらない本とかをここに入れるみたいですね。すごい。なんかせっかくなんで何か買っていきましょう。これが良かったんでこれにします。月星500円ですね。両替機がなかったので両替してきました。下のガチャが500円ですね。なんでここに入れました。出てきた。これが袋になるみたい。これですね。はい、これに500円の本を入れて、これで帰っていいと。カプセルはここに入れるんだ。買いました、ありがとうございます。帰りましょう。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。本好きだよって人はチャンネル登録と評価よろしくお願いします。それではまた明日。